ああ、そうか。まさか。スリム。もうすぐ忘れた。これはだから本としてはこうなるわけですよね。はい。それでこの表表紙の部分はブログで公開しまして、はい、えその時はちょっとこの辺がまだ整理ってついてなかったのが、まあ、こうやって整理したわけですけど、っていうかまあ参加者なんじゃなくて新田さんが工学館大学教授の新田さんの名前下に来てて、新田さんから、はい、新田さんそれが学者で提出の人なんで、これだと私が守る会の代表みたいですって確かに守る会の代表みたいな感じでしたね。なのでなるほどってなってひっくり返して、はい、新田さんの方を読みに行ったんですけども、まあこういう番組の漫画が6月の15日の金曜日に発売です。ちょうどあと1ヶ月で来たんですけど、秘書さんがよく知ってる通り、この間の土日全部にわたる最高キャラ直しを漫画だから一部だろうと思ってる人多いと思うんですが、こういう広金健さんの広金健さんに生きるのがこの広金プロダクションなんですが、この素晴らしい絵にはもちろん一切関係ないですけど、でもこのストーリーは僕の作ったものですし、それからセリフは検索に基づいてるんで、そういうところにもう一度全部今思い出しても使ってるぐらい断捨離がですね、電柱に着手したことが裏面出てですね、はい、それがピタッと止まってるんで、阿鼻叫喚っていうね、言語に徹する状態になっていて、それがまたストレスになってるんですけど、で、この間の土日でやりたかったのは、再開したかったです、再開一切できず、逆にこの最高キャラナースの資料を引き返したんで、そっか、もっとすごい。発音に昭和がついてた。いずれにしても、それでもうちょっとだけ読むと、こういう木地なんですよ。木地の部分は、これヘルシアで作ってるみたいな。うん。マスク。マスクでしょ。ほうれん草。文章の前書きと後書きがしっかりあって、そうですね、私が両方ともご協力しましたが、最初、前書きに変えて、この皮は、ギラナンス、ギラナンスなんですけど、それはね、赤くやったんだ。これはなんかね、だって漫画に前書きが文章があることに見たことないじゃん。ムスなのかな、なんか一品料理メニューっていうのがあって、ベジ野菜メニュー、それ押すだけ5分ぐらいでできちゃった。非常に例外的な漫画です。基本的な前書き後書きがあって、すげえ。だからここに解説が、うん、なんか美味しい。茹でるより味が濃いかな。漫画昔話みたいに子供だけを対象にした解説じゃないんで、これ例えば小学生とか漫画自体はともかくその解説を小学生が全部理解できるかっていうのは厳しいかもしれないけど、でもまああえて言うと全国民に向けた漫画なんで、この解説は非常に意味があります。それで頑張って編集部が入ってくれたんです。で、入ってくれたのを新田先生、工学館大学の新田先生と僕とそれぞれチェック、まあ、監修して、結局、僕は全面的に手を入れました、はい。そして、そもそも守る会に相談したのがきっかけですから、守る会監修でもあって名簿も後ろに載っけてるということです。だからこれが漫画の本体ですね。それで余談といえば余談
けれども、漫画の原作に関与するのは初めてではなくて、川内海さんの空母インフィニティの時は僕は一切タッチしてませんが、沈黙の艦隊の次ですね、ジパンクの時に、いろんなご相談を受けて、して、それは本人に残ってます。本っていうのは川口さんの本人ですね。で、ただその頭からストーリー全部原作を漫画に向けて書くってもちろん、全く初めてで、前に話はあったんですけど、一度も OK したことがなかったんですよね。それで、どうしようかと。それで、これは皇位継承っていうのがですね、まあ神話の時代も含めて考えると、2400年の話を、それで、漫画の原作やシナリオ作りに関与してる、フリーの方も含めて、出版社の紹介で、この虎の会議室に来てもらって、いろいろ話したんですけど、よく分かったのがですね、伝わってきたのが、漫画っていうのはこう、ぎゅっと短いんですよ。文章の大ロマンみたいに展開はできません。場面展開がすごく早いので、そのつもりで書いてもらわなきゃいけない。これは大変だなと思ったんですけど、僕は瀬戸川さんの「ドロロ」って、はい、キリストさんか、知らない、それからアドルフにする。読まれてないんじゃないと思うけど、手塚作品の中ではメジャーじゃないと思うけど、こういうのが大好きで、ドロロの場合は精神形成にも影響したね。それから非常に知られてる作品だって火の鳥とかね、漫画にはものすごく馴染んでたんですけど、場面展開が早いって気がつかなかったね。一冊だけですよね。全20冊、20巻とかじゃないですよね。それもあるけどね、今言った手塚作品の中の火の鳥ももちろんそうだけど、アドルフに次ぐなんかも長いと、でもこれは1冊だけですもんね。その中で1冊だけだし、場面展開は相葉さん持ってるずっと早いんですって言われて、アドルフに次ぐをパラパラ見てみた、たまたま手元にあったと。それ確かに早いんだよ。で、今三浦氏が言った通り、しかも一冊にしなきゃいけないと。で、しかも解説つけますと、前書き後書きも必ず書いてくださいと。こんなになるわけいかないから、でそれは非常に苦心するのは当たり前なんでね、仕事の一環ですからね。まあそういうわけです。はい、というわけで、どういうふうに読まれるのかわかりませんけれども、はい、で、はい、それが今日のメインテーマではもちろんないので、はい、今日は三浦師匠がなんか僕に、はい、折り入って聞きたいことがあるんです。そんなにかしこまってないんですが、ちょっとお聞きしたいのがですね、最近中東について聞いていきたいと思います。イスラエルとパレスチナ自治区でいろいろこう争いが起こっていて、このパレスチナで死者200人以上というような状況なんで、今日は150何回目にして初めて三浦氏の質問に伝えましょう。はい、で起きてることは皆さんニュースでご覧になっていると思います。イスラエルと、エジプトの間と言ってもいいんですけど、それダザっていうね、はい、パレスチナ人の自治区があるんですけれども、ここはハマースっていうね、はい、ユダヤ教と全く相入れない、イスラム教の、イスラエルはテロリストだけだと言ってるし、実際僕はイスラエル軍ともハマースの人々とも民間時代に何度か会ってるんですけど、もちろん、ハマース以外のテロリストもたくさん会ってるけど、利害関係一切ないだろ。みんな人間ではあるよ。そうですよね。ただそれは三浦氏なんかに話できない、こう人間のぐちゃぐちゃに潰れた姿、山のように見てる。それは双方の結果ね。米軍だって戦車が撃った先は、映画では撃つとこしか映らないけど、どれ見ても
着弾したとこにいるわけだから、あの皮膚が破れた人間ってどんなものになるかっていうの、まあ、それも日常茶飯事だから。でもハマースはだからイスラエルは当然そういう考えですが、実際ガザで例えば教育を行いね、教育っていうのもその例えばアフガンのタリバンと違ってタリバンも言い分があるわけですけど、タリバンの人も知ってますけど、タリバンは基本的にクラーンっていうの、日本語ではコーランっていうんですけど、それに従えって言って言いながらですね、これあの日本で言うから余計殺されるし高まると思うけど、要は文字を教えてクルアーン の読み方を教えて、あとは自分で読み込んでいって自分なりのクルアーンの読み方を作るっていうのをしないで、文字を教えないわけ、まあ、これはちょっと話それてるけど、アフガンのタリバンの場合、そのこう書いてあるんだ、文字見えない子供たちに、あれ人々に教えるから、少なくとも僕は日本語でしか読めませんが、日本語でも読めますから、クルアーンは読んでるってことですよ。違うなっていうのはあって、でそれを現地で言い合いするから、その場で殺されかけるんです。殺されますよね、キリスト教の歴史と同じようなことです。殺されなかったらまあ不思議だよ本当ですね。なんでか知らない裁判にかけられなかったですか。いや、それやばい話が、やばい話、そんな話してたら今のパレスチナ情勢は話しかなくなるけど、はい、こういうのってだから一番あの強烈なことはまだ本に書いてないんだよね。僕はあの心理的にフラッシュバックがないタイプで、夜間に飛び起きたりしないんだよ。しないんだけど、飛び起きてもおかしくない、逮捕されたり、ありましたよ、ね。命の危機っていうのは、今だから夢のような生活だよね。全然つまんないけど。あの頃はその面白かったとは言いませんけど、そんな世界じゃないですからね、現実の世界では。ただ話を元に戻していくと、タリバーンと、ハマースというのはイスラエル、アメリカから見たら全く同じに見えるんだろうけど、キリスト教徒やユダヤ教徒から見たら同じに見えるんだろうけど、随分違いますよ。ハマースは実際に教育を受けられない、あるいはご飯食べられない、水も確保できない、あの地ですからね、水の確保自体が大変なことなんですけど、すぐ目の前に地中海があるのに水の確保が大変なんだけど、そういうのを全部受け負ってる、受け負ってるって言い方が分かんないけど、担ってるのがハマースであんまり事実で、はい、だからパレスチナ自治政府っていうのはもちろんあるんだけれども、誰の責任か、僕も断定はできないけれども、いわゆるそのアドミニストレーション、つまり、行政を含む政治、日本だったらこれだけ不可熱で失政が起きていても、でも水道を開いたら必ず清潔な水が出る、これ大変なことですから、はい、それがあるところって、今三浦社が聞いた中東地域でいうと、まあ、限られた世界で砂漠が多いっていうだけじゃなくて、でパレスチナ自治政府が例えばガザについて、あるいはベツレヘムっていうイエス・キリストがお生まれになったところも一部なんだけど、そういうところの全部を通じて、こういうその行政機能が十分発揮できてないわけです。それで、だからパレスチナ自治政府から言わせたら、これはイスラエルがちゃんとしたそのパレスチナ国っていう独立国の存在を認めないからだということになるわけだけども、確かにイスラエルが入植って言葉で言ってるけど、これは国際合意と違うでしょうっていうところにも理由を作ってるっていうのは本当なんだよね。徹底的に公平に話をしてるわけです。だもんで、事実上政府が機能してないから、ハマースが政府の代わりをしてるわけです。ね。はい、で、それをまたそのイスラエル側の見方、あるいはアメリカの見方で言うと、テロリストがその市民生活の中に入り込んでるんだ。で、今回もその、ちょっと未来署の質問に戻りたいけども、例えば AT 通信の入ってるビルが、はい、空爆されますよね。それがさ、はい、爆撃でしょ、はい、まあ、ある意味下は分かんないわけだよ。ビルの中に子供がいるのかいないのかとか、はいはい、ビルの中に全くの非戦闘員がいるのかいないのかって分かるわけないじゃん、はい、ビルはもう
正確にその信じられない一般の中は信じられないぐらい正確に把握できてて、だからもうほぼ一瞬で全破壊されるわけだけど、中に誰かいるか分かんない、ね、はい、でもそれを例えばまあ AP 通信だけじゃなくてメディアやあるいはそのハマースやあるいは普通の人が言わせると、いろんな人が入り込んでて子供もいるのに、あのそれを無視して、ハマースが入り込んでるって言って全破壊するから子供はたくさん死ぬと、はい、ね、それであの国会議員なんてもう残念なことの大きな一つが現場に行けない。これは僕はあの民間専門家の時、つまり独立総合研究所の社長で社員の生活を扱ってても、うん、なぜか知らないので、まあ、絶対行ってるよね。そうですね、未来社がまだ入る前ですけど、イラク戦争に行く時にみんな大泣きいや笑っちゃいけないけど、あまりにも泣くんで僕はびっくりしたんだけど、そうですよね、そりゃ不満ですよね、社長ってボロボロボロって、はい、うん、その時僕は笑ってたけど、一、はい、人になってから泣きましたよ、気持ちに。そうですよね、うん、で死なない確信があったかというと、まあ、全然ない、そりゃないですよね、でそういうタイプじゃないんだよ、はい、僕は私は死なないと思ってるいるけど、全然そうじゃない。なんでか知らないですね、偶然だよ。だから天の御意志って言ってよくわかりませんが、あのなぜ丸腰の僕だけが生き残って、あれだけ重装備してた人たちがバラバラになってね、あの眼球ってこんな風に飛び出るんだっていうのが思い出してきちゃうけどね、本当に時計しか残ってない人。逆に言うと、なんで時計だけはこうやって無事に残ってるのかな。時計ってあれだよ、その要するにそのこうやってこういう無事な腕で残ったわけじゃないからね、はい、でもとこんなんじゃないけどさ、時計は無事なんだよ、時計から判断したりするんだよ、誰が亡くなったかですね、うん、まあそれがあのイラク戦争に話が言っちゃうけど、イラク戦争の特徴で IED、日本の直訳すると手製爆弾になってる、手製っていうけどさ、プラスチック爆弾って聞いたことあるでしょ、プラスチック爆弾の意味知ってる、プラスチック意味、プラゴミってね、はい、これもプラスチックだけど、プラスチックの本来の英語の意味は、はい、日本語で言うと可塑性っていうんだよ、塑ってのは、まあ、あの彫刻の用語だけどさ、形が変わるとか、そのと、はい、どんな形にもできるっていうことを本来プラスチックって言ってて、はい、こういう形にもできますっていうだけなんですね。それでその爆薬の場合のプラスチックっていうのは、あの見かけ、そうだね、ベージュ色に見えるね、はい、それでなんとなく柔らかい粘土みたいな感じ、それをまあこうあの隙間とかに詰め込めるわけ、はい、でそこにあの引火する、まあ、導火装置、点火装置をつけたらそれが爆発するんだけど、まあ、小指の先ぐらいのプラスチック爆薬でも C4 爆薬が中心だけど、ものすごい破壊力があって、うん、IED っていうですね、例えばひどい話だけど赤ちゃんのお腹とかにつけて、はい、テープで普通につけてガンテープで、はいはい、で赤ちゃんうつ伏せになったりして、それで米軍ってやっぱり、ね、これありのままに言うと気のいい人が多いんで、本当にすごくな、うん、一番忘れがたいのはスージェント・ヘスース、スージェント・軍曹ヘスースっていう、ヘスースっていう名前聞いた瞬間に分かったけど、あのこれ前、ま、三浦署に行ったことあると思うけど、覚えてる、ヘスースってどういう意味か、ヘスース英語で言うと、だから英語じゃないんですよ、キリストジーです、日本語で言うとあのイエスです、イエス・キリスト、そのこれはあの僕イラク戦争の最中にさっき言った通り逮捕されてですね、まあ、何度かあったんですけど逮捕されて、寝返ったイラク軍ね、フセイン大統領に逆らって米軍側についてしまったイラク軍で、それでなぜお前はここにいるんだと、ね、何者だってから、日本人だって言うんだけど、これお互い想像で嫌ってるからね、向こうはアラビア語、はい、ね、こちら英語です、英語わかんない、はい、それでそれがあるからアラビア語と英語の通訳を雇ってたわけです、僕は、はい、これはあの実は学校の先生だったわけです、うん、ね、
それでフセイン大統領に目つけられて逃亡してたのが、はい、フセインがどうも弱ってるらしいと思って入って戻ってきたんです、うん、それで5年の後僕は雇ってたんだけど本当にビビっちゃってて、はい、いやもう本当にあの大門ってなんか当然証言ですこれ、うん、なぜか僕一度もないんですけどね、うん、別にな度胸あるともないとも考えたことないけど証言漏らしたことないですよ普通に漏らしてるもんな死ぬかと思ったらだーっと証言して漏らしててもう喋れない、うん、通訳機能しない機能しないってやっぱりもっと戻っちゃってアラビア語しか出てこないんでアラビア語では何か言ってんだけど意味わかんないけどであの妥協しないからなんだこの野郎っていう意味のことを英語で言ってると向こうも敵に持ってるんですねちょっとマスターって思ったら敵に持っちゃって殺すぞっていうね殺されますいやいやいやもうだから、まあ、最初からこう思ってるんだけど傷を銃じゃないんだよ全権じゃないんだよだからバラバラだよね最初からこうやって近づいてくるんだけどそれはあもうやるんだなっていうのは濃厚にであの時は今思い出してきたけどちょっとその話しながらずれてるけどでもあの辺り一体で言うと、はい、あ終わりかと本当に思いました、何でもあって終わりかと思ったのでまあ一瞬だけどやっぱ空を見ようとしたんで、はい、見納め、あ終わりかとそしたらねそれはサッダムタワーって言ってフセイン大統領が立ってたねサッダームって戦う人って言うんだけど自分で自分でつけたのがサッダームセインセインはあのファミリーの名前で、ね、王子の名前でサッダームタワーっていうのをそれは爆撃で行っててそれは見に行ったわけよ、はい、実は、はい、余計なことするかそうなんだけどで なんでそんなことするんだみたいな多分嫌になったらよくわかんないけど、はい、そしたらさこう一瞬こうサッダームタワーの向こうの、中東の中東空青いんで砂漠にいないだけで砂漠はずっと砂塵だけどさ砂漠ないとか空が青いんだよ中東っていつもそうじゃなくて雨もたまには降りますけどあんま降らないからそしたらさサッダムタワーのこの傾いた青い空の下のところに米軍のヘルメットのこうてっぺんのところが見えたんだよおなじみの、はい、ねそれで僕がその、まあ、声大きいじゃん、はい、マイカウィーンって呼んだんだよ、はいおい同僚みたいな、ね、そしたらモグラみたいにうん、それはもう間違いなく一個招待いるわけだよ、はい、それで一個招待ぐらいいるような気がしたからもうとっさの判断で多分軍曹は疾患だろうと思ったから、ね、シューティーって呼んだんだよ、はい、それ米語だから向こうは合衆国市民かってこう思ったんだ後で言ってたそれ守らなきゃいけない。それまで見てみるふりしてたわけですよ、はい、なんかよくわかんない正体不明の男と正面で垂れてる二人一人ボディガード彼ももう食べてもっと完全にもらってて変な三人がいるとしか見てなかったのが英語で呼ばれたから銃構えて機銃構えて一歩正体が出てきた、うん、そうするとさもうその寝返った岩国の方もさあ米軍が出てらっしゃったみたいなさーってこうなってさそれで近づいてきてこう肩のこれで軍曹だとたまたま当たっててよかったなみたいな、うん、それで私は大衆国市民ではないけども日本人だとあなたの同盟国の人だとそれで向こうはもうハテナとなってから僕から私は全く非武装であると丸腰であるけども同盟国の人として戦争の真実を見に行ったと嫌なことを言ったらっていう感じになったんだけど軍曹の名前は偉そうに聞いたわけ で態度が大きいから、はい、なんかよくわかんないけど独立総合研究所もちゃんと言ったよJapan's Independent Institute なんだろうなんかわかんないけどまあ一応日本って言ってるなみたいな感じでそれで、エスースの名前を教えてくれてそれで一発分かったのは多分だけどさで彼に言ったら、あなたの両親きっとメキシから来たんだよねあ、そうそう、なんで分かんないみたいなじゃあ名前が分かるで、もうほとんど出まかせられたさいやでも、確信があったけどきっとあなたがここで勲章をもらったら両親アメリカ人になれるんだろうお、そうだよよく分かるねっ
から、いや僕はこういう分野の専門家だと思ってそれで信用してくれて、はい、で行動を共にすることにしばらくないとなるんだけど、それが途切れるのは彼がバラバラになったからね。世の中全然飛び寄ったりしないけどね、映画とか見てるとこういう、つまりそのこういう経験した人は夜中に飛び起きるとかもよく見るけどね、奥さんびっくりしたりね、うん、あ、目が青くてさ、はい、本当にメキシコ人の両親だから目が黒いのかと、ね、そこは今までの不思議って不思議なんだけど、本当に澄んだ青い目をしてて、だから多分ご両親の一族も、まあ、色違う町に出ないんだろうけどね、うん、メキシコの方って普通目黒いですね、普通は。でも本当に綺麗な青い目してて、僕はその時に少年時代に読んだ知恵の七柱っても思い出した。それはアラビアン・ローレンスって言われたイギリスのローレンスがアラビアのおばあさんにね、あなたの目は岩の間から覗く青空のようだけどって言われた、ね、そういう目なので本当にナイスガイですが、話が本当はそれたわけではなくて、こういうアメリカ軍の兵士が赤ちゃんがうつ伏せになってたり、だから女の人がこう破れた服で転がってたりすると助けを起こすわけです。そうするとお腹とか場合によっては背中につけられている IED が手製爆弾が爆発して、それでバラバラになる。それでアメリカ軍の方はもうそうやってどこに敵がいるか分かんないから、やっぱ心理状態も非常に追い込まれるところもあって、あたり構わずではないけれど、やっぱプレスがつかないから戦車砲を打ち込む。戦車砲を打ち込まれると爆撃はもっとすごいけれども、まあ何でもバラバラになるわけです。バラバラ、日本で戦っていったら簡単だけど、現実に今ここに5人いるけど、これがバラバラになったと考えてみたら、目玉とかさ、脳とかさ、腸とかさ、ぐっちゃぐちゃだから、ぐちゃぐちゃなものって言うまで、それが今起きてるわけです。その中に子供がたくさんいるわけです。それで、イスラエルネタニヤフ首相は、まあ、中東の長い歴史でも最強候補って言ってもいいですね。まあ、イスラエルはやっぱり、有名な固めだった、ダヤン国防大臣とか、その時の、首相も含めてね、女性ですけど、強硬だけど、ネタニヤフさんは特に、まあ、強硬でもあって、はい、こういうのは一切子供の犠牲者が出ても、それはハマースが、潜り込ませているんだと。だから、これは向こうが軍、はい、ハマースの方もロケット弾を、イスラエルの市民が住んでるそのところに仕込んでる事実で、はい、数は全然だからゼロが2個ぐらい違うんだけども、イスラエル人もイスラエルの人々も子供を失ってるわけですよ。それでもうどうしてこういう事態が起きるのかっていうところなのかな、その有力者について聞きたいことを持ち合わせに聞いてます。どうしてこういうことが起きるのか、その衝突が起きた今回の原因とか、あとはこの日本への影響、今後の影響などもお伺いしたいなと思います。日本への影響っていうことと、そのどうしてこういうことになってるのかっていうのはつながってて、はい、今世界で一番軍事的に緊張状態があるのは米中ではなくて、米中の場合は仮に衝突が軍事的にあったとしても全面戦争になると、それは極めて少ないです。そうじゃないっていう方もいら、動画とかで発信されてる方もいらっしゃると思いますけど、僕の専門家の端くれとしての考えは違います。あれだけ核戦力持ってたら大戦争できないですよ。で、核っていうのも今偶然に言ったんじゃなくて、一番の問題はイスラエルがすでに核武装してて、それで例えばさっきちょっと話に出たサッダム・フセイン大統領は、イスラエルに勝つことが、イスラエルを抑えることが中東の盟主になるということだよね。で4回中東で戦争があったわけです。イスラエルとイスラエルとナウダル、まあ、アラブ勢力って言っていいけど、全部イスラエルが勝ったわけですよね。本当は危ない場面もあったけども、アメリカの下支えも、
影響はしたと思うけども、全部買って、だからエジプトとか、ましてや隣のヨルダンとか、イスラエルに対しては、物も言えない状況になっているのを覆したら、アラブ全体の、あるいはイスラム教全体の、名手になれる。だからサダム・フセイン大統領は核攻撃するつもりで、原子力発電所に見えるんだけど、中身は電気を起こすためじゃなくて、日本みたいに電気を起こすためじゃなくて、核爆弾を作るために、オシラーっていう原発を運営してたら、イスラエル空軍が F-16 で、アメリカ製の F-16 で、ヨルダンの上を平気で飛んで、さっき言ったけどヨルダンはもう何抵抗しない、完全に領空侵犯をやって、オシラー軍の原発を全破壊して、その映像も公開したわけ。それで、それがまあイラクのある意味つまずきの始まりっていいかもしれないんですよね。で、やがて民列があって、フセイン大統領は死刑になってしまって、もう誰も抵抗できないって見えて、実はですね、中東世界でいうと、イスラム教の絶対多数派はスンニ派なわけです、はい。で、スンニ派とシーア派ってのは、最近ね、イラク戦争が終わるとあんまりもう耳に届かなくなってきたけど、中東世界ではこれがまあ非常に一番大事なやっぱ対立構造であって、はい、まあ、シーア派は少数派なんですよね。だから、虐げられてるって感覚もすごくあって、うん、そのシーア派の盟主がイランなんだけど、はい、地図書いた方が分かりやすいですかね。日本はね、日本人は中東の地図にやっぱりやや苦手なんですよ、はい、大丈夫ですね。で、これ大学で講義してるときによく言うんだけど、こういうのってその地面から覚えようとすると分かんないんです。で、日本は海洋民族だし、海から考えるとよく分かるんで、まずここに地中海があるんですね。地中海ね。で、地中海書いただけである程度構造分かるのは、うん、こっちが例えばコートダジルとかあるわけじゃないですか、テレビ圏があって、はい、南仏があって、豊かなヨーロッパがあるわけですよね、うん、で、同じ地中海、大して広くない地中海の対岸考えると、まあ、ここにエジプトもあるけど、リビアとか考えると一番大きなホロコもあると思う。要するに一気に貧しくなる。じゃあこの頃少し沈まってるけど、この地中海は無理に渡ってヨーロッパに行こうとして子供たちと海に沈んだりするわけですよ、ね。で、地中海の上下だけじゃなくて、こっち側は要は地中海開けてるから、地中海から大西洋に出て合衆国に行こうとか、南北アメリカ大陸に行くでしょ。で、こっち側はどうかっていうと、こっちがだからだんだんアジアになっていって、インドがあって、チャイナがあって、日本になるでしょ。で、ここにイスラエルは無理に組み合ってきた、はい。で、これは旧約聖書の世界なんだけども、モーゼとかの世界で、はい、で、ここにはもともと確かに大昔は、だから旧約聖書のキリストが生まれなかったかなんかには、今でいうユダヤの人々がいたんだけど、ずっとパレスチナ人が暮らしてきた、アラブ人の、はい、一部であるパレスチナ人が。で、ここに無理に国作ったから、これをその地中海に追い落とそうとするから、そのイスラエルはすごい抵抗をして、ここにどうしても確保したいんだけど、もともとパレスチナ人がいらっしゃって、例えば、これ海の話戻ると、ここに突き刺さってるのが紅海でしょ、くれないの海の。で、ここに突き刺さってるのがペルシャ湾でしょ、はい、ね。すると、ここにでっかく存在してるのがサウジ。サウジアラビアですよね。で、ここにカタールとか UAE とかあって、で、ここクウェートで、ここがイラクなわけ、はい、で、この辺がヨルダンでね、ちょっともういい加減になってるので、レバノンがあり、シリアがあり、トルコがある、はい、で、ここで残ってるのが、ここら辺こう、みんなこうイスラエルの軍事力にある意味屈服した状態なんです、はい、こっちのモロッコまで行くとまた話は別だけどね、うん、で、中間にあったリビアも別だったんですけど、基本的にはイスラエルが核兵器を持ってて圧迫してるから、はい、残ってるのはペルシャ湾の対岸のイランだけなの、うん、やっぱ、はい、で、このイランがシーア派でしょ、はい、で、このイランはもともとペルシャですから、うん、ペルシャの大帝国だから、この辺を全部概ね支配してた時代もあるけど、はい、実は今ここになってるトルコもオスマントルコの時代はこうだ、この辺は、だから僕は中学生、高校生の頃、世界史が大好きだったのは、このダイナミズムね、
で、世界中が嫌いって人はこれが嫌なの。もう覚えられないと、カタカナも書いたし。そうですね。で、カタカナはなぜか平気だったのと、ドワーってなって、ヒューって一緒に待ってっていう。そうですね。もう一度っていつも同じところ行ったり行ったりしてるから、はい、世界中が面白かったんだけど、ペルシャ大国ってペルシャ帝国出て広がってるから、こう残ってるわけ、部分的に。はい、ね。で、残ってるのが、例えば、レバノンの南部に、残っていたりね、ヒズボラ、ヒズボラというのは、神の党、ヒズボラはアラーとか、それハマースっていうのは、僕はその本人たちに聞いた限りではですね、はい、この本で見たことないんだけど、書いてあると思いますけど、現地主義って本人たちに聞くと英語を話せる人もいないわけじゃないから、聞くと、英語って言ってもすごい英語だけどね。その、なんかアラビア、クロアンの中の大事な言葉を頭文字たどっていくとハマースになって、でそのハマースになったらアラビア語で、英語で言うとパッションって意味だって、情熱って意味だと、はい、ね。で、それがその例えば文献なんかだと違うこと書いてあるんですよね。本人たちに聞いたらそう、はい、それで、その一部をなんとか、例えばガザだったらここに、はい、それからベツレヘムだったらこの辺りに、ね、ヨルダン川、ヨルダン川って流れてるんだけど、はい、全部聖書の世界で一部をなんとか確保してるわけだよ、はい、ね、でこれをパレスチナの自治区と呼んでて、で実はアメリカも含めて国際合意でそのパレスチナ人の国は国で平和的に作りましょうとなってるのに、うん、さっき入植って言いましたが、はい、要するにイスラエルは国際合意を何度も自分で結んでる割には認めてないんで、それで穏健派の首相、がいて、はい、その人で防衛庁で、もう防衛省になってたかな、いずれにしろ今の防衛省でお会いしたことあるんだけども、暗殺されちゃった。やっぱ穏健派だから、はい、それはそうですよ、これは地中海に突き落とされるっていう恐怖感が基本的にイスラエルにあるから、イスラエルでいろんな方いらっしゃいますか、民主主義の国ですからね、選挙で選ばれてるから、人は。でも、そういう現実があるから、はい、これなんで三浦市長の質問に答えたことになるかというと、イスラエルから見たらですね、イランの核開発が止まってないわけ。はい、なんかニュースだと 63% 超えたと、ウランの濃縮度が。これ、だから、広島に落とした方の原爆の製造、つまり、ウランの濃縮度を上げていって、プルトニウムじゃなくて、はい、ね、ちょっと製造が単純で、大体広島に原爆を落とすときのアメリカは、核実験やってないんですか、はい、安全だから。で長崎に落としたプルトニウムは構造が複雑なんで、実験を一度やって落としたんです、うん、ということは核実験やらなくてもそのやった方が望ましいんだけど、兵器を作る上ならですよ、人類にとってのイランはそのウランを濃縮していくとですね、実はイランと北朝鮮につながってるから、はい、北朝鮮は実にもう核爆弾持ってるんで、この製造技術がイランに入ってることをイスラエルはモサドっていうのは映画でよく知られてるけど、あれはナチュラルで、はい、本当はシャバクっていうね、諜報機関が導入の強いんですが、はい、よく知ってるわけです、うん、だからイランっていうのはイラクの核開発を潰したけど、イランの方は潰してないわけ、はい、ところがオバマ大統領の時代にうまく、イランも立ち回って、はい、核合意っていうのを作ってしまって、これ一言で言って、はい、僕は当時からずっと反対してるわけです。つまりしばらくおとなしくしてると。だからウランの濃縮度を兵器級に上げていくスピードを緩めて、まあ、10年ぐらいかけてゆっくりやれと、はい、ね、でも上げくは核爆弾を持ってしまうかもしれないけれども、とりあえずペースを落としたら制裁もしないし援助も場合によってはすると。制裁しないっていうのはイランは産油国ですから、はい、油が流出止められたりするのってなくて、油は自由に特に日本が買ってくれる、日本って関係あるのはペルシャ湾を通って、プレッシャーを通って船でこうやって運んでいくと、はい、ね、あれは北極海にこれが溶けてるからもうちょっと近回りで越えたりする。いずれにしろそういう仕組みなわけです。それでイスラエルは当初からそれがけしからんと言ってて、はい、トランプ大統領になったら核合意を破棄してくれた。そうですね。そうするとイスラエルとしてはこのイランの支援を受けてるとイスラエル主張してる。ハマスはそれを認めてるわけではないけども、要するにヒズボラだけじゃなくハマスの、このハマスはちょっと微妙に立場が違うんだけども、イスラエルはとにかく
辺なんか残ってるんで、我々は危機に瀕してるからイランの影響力を排除しなきゃいけないって言ってるわけです。だから今回はあのハマスですけど、ヒズボラもロケット弾を打ち込んでくるわけです、ね、それでこの辺狭いので、はい、脅威にさらされてることは事実なわけです。それで大きく言うと、バイデンさんに大統領が変わったので、はい、イスラエルは明らかに疑ってるわけです、はい、また核合意そうです、はい、そうすると数年間はなくてもやがてイランが核武装したら、うん、彼らは使うだろう、うん、さっき言った通り、そのイランのシーア派は少数派で、はい、でフセイン大統領も含めてパスワーが全部やられた状態で核攻撃でイランやイスラエルをなくしてしまうと、うん、このペルシャ帝国の再来で、あるいはずっと差別されてると考えてこられたシーア派にとっての天下が訪れるってことになるんで、これをイスラエルから見たら構造的なものだから、子供がそのビルにいたとかそういうのはいわば局面局面の話であって、向こうはそれを使って日本とかアメリカの世論とか動かそうとしてるだけで、構造としてはこのまま放っといたらやがてイランが作る核兵器でイスラエルがなくなってしまう、消滅してしまう、はい、それで僕個人が一番懸念しているのは、ネタニヤフ首相はこのパレスチナ自治区に対して攻撃をすごくしてて、これはバイデンさんも動き出したんで停戦合意になるかもしれないんだけど、基本的にネタニヤフ首相が目指しているのはイランの核施設破壊だと、ね、そうするとですね、F-16 の攻撃のF-16 だけじゃなくて、イラン空軍の動く、いや、イスラエル空軍の動き方って、イランは情報機関が強いので、ある程度把握してしまってるから、はい、ミサイルを撃ち込むんですよ。で、イランはイラクの失敗を学んで、北朝鮮にも学んで、地下化してるから、はい、そうすると普通の爆撃で対処できないかもしれないので、小型戦術核も含めて、核ミサイルでイランの人々ごと、イランの核施設を全部なくそうとするのが基本的にネタニヤフさんが目指すものではないか。それを考えると今その局地的な人々のその、まあ、凄まじい犠牲ですけれども、それだけではなくてやっぱり日本政府も僕と議論しているアメリカ軍の人たちもこの全体像を考えなきゃいけないので、はい、広島長崎以来のついに核爆弾の使用も含めてイランとイスラエルの関係を考えると、僕は前から言っている通りイランの核合意のいわば偽善をアメリカはそのまま見過ごしてはいけないと。それは同じ民主党政権だけどもオバマ政権と違ってバイデン政権は考えなきゃいけないし、トランプ大統領も元気で共和党もここにちゃんと関心を持って止めないといけないと、うん、でもイランは核合意諦めない、いや核開発諦めないですよ。なんか4月の中旬にイランの、核施設のナタンズでしたっけ、で、はい、なんか爆発が起きたのもそのイスラエルとの関係でってことなんですね。これはもうインテリジェンスの人で疑ってる人はいないよね。あ、もう 確定だった。サイバーね。あー、サイバー攻撃によって爆発が起きたってことなんですね。で、サイバー戦っていうのはこう日進月歩で、はい、北朝鮮も含めてですよ、中国軍も含めてね、うん、自衛隊のこの遅れがまあ一番大きな懸念ところで、だから他の収録で言いますけど、ここは防衛費を今の5兆円プラスアルファから10兆円にすべきだって議員になった瞬間から言ってて、はい、で防衛省は石から転げ落ちて、そんなこと言わないでくださいと、はい、高橋さんの話前回されてましたね。でもこれは前も言ったと思いますけど、 GDP の 2% 以内ですから、うん、別に異常な話でもなくて、はい、現代の、その宇宙と中国は火星に到達したりすることも含めてね、宇宙とサイバー考えたら自由な5兆円どうしてもいるんですよ、はい、これは戦争のためじゃなくて、もちろん平和のために、うん、それで今ミラシュが言った通りですね、今この地図で言うとイスラエルがここにあってイランのナタンズってこの辺ですけど、これだけの距離があってですね、サイバーで爆発が起きる。サイバー攻撃ってみんなのイメージだとこうなんかウイルスが入ってきて、違うウイルス、電子的なウイルスが入ってきたり、はいはい、情報盗まれたりとかそういうイメージ、そういうのもいっぱいあるんだけど、はい、今やそうじゃなくて
通に起こせるレベルになってしまってるんですよ。だからそれ考えると、例えば、わかりますが、ガザの状態をイランが、ほら、ここで起きてる問題で、ハマスの問題だっていうのは夢を持ってないし、で、日本でこういう全体像をつかんだ動きっていうのが政府にほとんど見られないので、前からですけど、外務省にも全く見られないです。で、防衛省は、自衛隊自体が優秀であっても、憲法9条で縛られて、とにかくその海外に行っちゃならない。で、今、南スーダンにもいるんですよ。いるんですが、これはまた違う動画でやらなきゃいけないけど、4人で4人で何ができるんでしょうか。これはちゃんと情報とか指揮命令系統に関わってるって防衛省が説明するんだけど、この間の部会でね、また改めてやりますが、穏やかな温厚な中谷元元防衛大臣、守る会の一員が、ついに怒ってですね、最近中谷さん本当に怒ってましたんで、正義の怒りで、これ4人しかいないって話じゃない。だからいつまでも下っ端で、何にも関われていないじゃないかって。まあ、南スーダンアフリカですけれども、まあ、そういう現状がある中で、日本はこれいつ油が止まるかわからない状態なんですよ。そのためにもメタンハイドレートのことをずっとやってきたけど、それに対しても妨害凄まじいかもね。まあ、国会議員になって経産省が少し変わってきたっていうぐらいですね。でもその変化は大きいんだけど、まあ、そういうメタンハイドレートともなんかつながった話なんですよ。だから世界は全部つながってて、それがごちゃごちゃにならないで、整理された状態で戦略の中に、頭の中に なきゃいけない。非常によくわかりました。ありがとうございます。まだね、本当話してないことが多いですけど、はい、まあ、話してないとイスラエルだけを見てちゃダメなんですね。はい、全部つながっているというのが非常によくわかりました。しかし、ユーラシアのおかげで、やっぱ国会議員なんて5年も経っちゃって、向こう現場に行ってないから、水がない、ね、それからコンクリートの瓦礫の中で暮らしてるっていうのは、やっぱり、ちょっとこう僕の感覚から遠ざかっていただいて、全部読み替わりました。ぜひ本にも持たせていただきたいですね。こういうのね、まだ書いてないんですよね。はい、はい、では、今日のテーマは以上にいたしまして、私はハイネコ。今見ましたか？時間50分経過。はい、どうします？今回は感想コーナー紹介読みます？じゃあ、また次回にしましょう。はい、寂しいな、はい、あ、これはこれを紹介したということです。はい、はい、はい、あ、紹介。ぜひ皆さん、6月18日、全国。知ってる人からしたら正直退屈な話かもしれない。だけど私にとっては相当新しいことばっかりだし、まあ、それをできる限り分かりやすく解説できたらと今回やってます。かなり真面目な話になる。だけどそんなちゃんとした研究がなされている結果であっても、そんな都市伝説的な話みたいなのも出てくるんです。シュレディンガー猫と自己実験、量子一個の話と猫っていうマクロを一緒に入れたのが面白いっていう話なんですね、あれ。でもそういうふうに捉えないでしょ、あれ一緒に入れたらこれ連動するはずだよねみたいな、このギミック起こるよねみたいなのが面白いっていう話なんです。でもシュレディンガーの猫の話、あれ探しのためにやったパラドックスで特に意味はないみたいな、それがね、全体として言います。要するに立場が違うんです。量子力学は基本的には工業製品作るために使うんですよ。そういう人の立場から見るとそんな無意味なんですよ。どうでもいいよ。計算結果絶対合うよ。そういう立場の人と真理を知りたい人との相違じゃないですか。だから真理を知りたい人にとってはああいうパラドックスは面白いんですよ。
し、あのパラドックスをやったがために新しい発見も起こったわけです。だからそういう意味では、そういう意味のある考察だと思うんですよ。そのパラドックスを考えることってすごいなんです。すごい。そしてそれを誰か解決しちゃう。だからパラドックスを追うってすごく意味があるんだよね。だから2つの立場があるっていうのはすごく重要です。だからそれを一緒くたにするから余計なこと言うやつがいっぱい出てくる。だって立場違うのは当たり前な話じゃないですか。だってパラドックスの考えてしょうがない人たちっていっぱいいるわけです。それ言ったら、まあ、工業製品全く作れません。実用範囲、要するに解釈のことは考えない。だから学生なんかで解釈のことは考えません。多分教授とかも解釈のこと考えさせません。意味ない。だって彼らは何かを分析したり、何か結果を得るためにその方式を使うわけです。当然、新しい物理理論を考えようっていう人が自分にやったりと思うんですけど、ほとんどの学生そうじゃないの。だし、学んでる途中でそんなこと考えてしょうがない。理解してもらう。これが計算結果通りになるし、どういう理由によってそれが何か使うかっていうのを理解してもらう。だから今回は受け入れるか否かっていうか結構勝負。これ、受け入れた歴史なんですよ、両親。そんなのっていうのを、まあ、一旦受け入れてみました。受け入れたら、あれなんか計算通り行くやんみたいな。繰り返したんです。だからやっぱ、受け入れる物理学みたいな。だからこの量子力学は、実験ベースなんです。実験から理論を組み立てていったような方法がある。まあ、当然検証あるんですけど、どちらかというと、実験したらこういう答えが出たんやけどっていうところから、それをヒントに組み立てていったのが量子力学なんですね。あともう実際実感できようができまいな。計算結果があって、それによってプロダクトが完成する。この凄さ、本当恐ろしいですね。人間やべえな、本当に。量子論、一元論の科学。相入れないはずの2つの物事が互いに補い合って、1つの物事や世界、形成している相補性原理とは何？量子論の世界観を徹底考察という。まず、電子機器に使われる半導体素子、その中を支配しているという構造、まさに量子論になります。なので、怪しいものでもなるのに、もうすでにかなり使っているんです。半導体は量子論の結晶であると言っても過言ではありません。地球がですね、太陽の周りを回る公転運動とか、ロケットとか飛行機、自動車などのマクロの立体運動っていうのは、ニュートンが作った古典力学で計算し、結果の予測が可能です。しかし、分子とか素粒子のような小さな世界とかですね、ニュートンの古典力学は使えなくなります。正しい結果は得られないんです。したがって、半導体だけでなく、遺伝子、DNA の構造を決めるにも、量子論というのは使われていますし、核分裂反応とか、核融合反応みたいなものも、量子論によって予測が可能なんです。量子論が取り扱う対象は、おおよそ1000万分の1ミリメートル以下の世界のようです。量子論はですね、相対性理論と比べると、実用性という点においては、はるかに勝っているとも言います。まずですね、量子論は、ミクロの物質を波だと。ただし、私たちが想像する水にできる波とかとは少し違う波なんですね。その水の波は水の粒の集まりが全体として波のような運動をしている様子ですが、量子の一つである電子、一個だけでも波の性質を示します。波が粒に見える状態というかですね、波を粒と捉えた状態ですね。そもそも波というのは現象であって、ものではないんですね。例えば、音なら、空気密度の濃淡が伝わる現象なので、当然ものじゃありませんね。電子は私たちが見ていないところでは、波の状態で存在しているらしくてですね。私たちが観測すると、電子は必ず小さな粒のようになってしまいます。観測事実としては、粒として観測されるということですね。どんな高性能な顕微鏡を使っても、波の状態である電子を我々見ることができません。誰も今まで見たことないし、おそらく先々にも観測することができません。シュレディンガーの方程式があれば、電子に関するどんな実験も結果を見事に予測可能になります。正確に。したがって、実用上、今のところ量子論を使って何の問題もない理論が量子論ということになります。量子という言葉の意味についてなんですが、エネルギーの小さな塊とか単位という意味になります。言葉としては、量子論がその考え方とか思想を表しています。量子力学というのは、量子論に基づいて物理現象を記述する数学的な手段のことですね。まずは最初に光の正体について話していきたいと思います。実は光の研究から量子という言葉が生まれています。ドイツの物理学者プランクという人がエネルギー量子仮説、そう呼ばれる理論を提唱したんですが、この仮説はですね、物質の温度と物質が放つ光の色、その関係を探る中で発見されます。したがって量子論は光
光というのはそれまで粒なのか波なのかという論争を多くの科学者が何世紀にもわたって行ってきた対象だったそうです。まず有名な物理学者ニュートンがですね、光の粒子説を行いましたね。光は粒でできているはずだという主張を行います。物体に光を当てるとですね、背後にくっきり影が出るんですね。もし光が波だとしたら、波っていうのは回折という性質を持つので回り込んで影がくっきり出ません。輪郭がぼやけてしまうはずだとニュートンは主張したんですね。水の波をイメージすればわかりやすいんですが、波立たないところというのはくっきりできませんね。なんとなくざっくり波立っちゃいますね。次にですね、光は波であるんです。光の波動説が生まれる。2つの細い光線をこういうふうにクロスにつけても光がお互いを通り抜けるので波であると考えたんですね。粒ならこうするとぶつかって方向が変わったり反射したりするはずですね。そうじゃなくて互いに干渉しないので、これはどうも波であろうというふうに考えたんですね。やはり水にできる波もですね、波同士ぶつかり合ったとしてもまっすぐ進むことが知られてますね。跳ね返ったりしませんね。この場合波なら影ができないじゃないか反応されそうなんですが、波と障害物の大きさの差、波が小さくて障害物が大きい場合は解説をしない、すなわち回り込まずに物体に遮られてしまう。したがって光が波だったとしても、とても小さな波だったとしたら影がちゃんと作られる、まあ、そういうふうに考えるわけですね。そもそも波とは何だろう。波はですね、波長、振幅、振動数、大体この3つぐらいで構成されています。波長というのは波の山、波ってこういうふうなんですね。でこの上の山と山、それから谷と谷、まあ、その間の長さなんですね。で1秒間にその山と谷を何回繰り返すかっていうのを周波数というですね。振幅、山と谷の深さですね。振幅の大きな波と大きなエネルギーを持ちます。これはですね、水に起こる波と同じですね。水の波も高いほど力が強いんですね。波長というのは振動数の要素と同じなんですが、数学的に言うとこの両者の反比例の関係があります。波長が長い波ほど振動数が小さくて、波長が短い波ほど振動数が大きいという感じですね。次に光が波である決定的な証拠というのがあります。光の干渉という現象が発見されるんですね。この干渉は波特有の現象です。だから光に波特有の現象が現れたから光が波じゃんってなったわけですね。波の干渉とは2つの波の山と山、それが重なる、こう波が見に来て重なる時にぶつかると波の振幅の高さがぐっと上がる、重なり合って山の高さとか谷の深さ増す現象ですね。逆にですね、山と谷が重なるとお互いが打ち消し合って波が消えてしまいます、まあ、それがいわゆる波というですね。物理学者のヤングはですね、この干渉現象をですね、ダブルスリット実験によって確認したんですね。この実験なんですけど、スクリーンとライトの間に2つのスリットを当てられたもので、そこを通って光がスクリーンの方に映し出されるんですが、どのようにこの光が照射されるか、それを観察したものですね。で、スクリーンがですね、明るい部分と暗い部分が交互に並んだ干渉島ができてました。で、干渉島ができる理由というのは、光が波のように放射状に進んでいって、スクリーンにたどり着くときにですね、2つの波の山と山が重なった部分では、干渉によって波の振幅が増します。なので、その部分だけさらに明るくなるということなんですね。一方ですね、2つの光の波の山と谷が重なった部分では干渉によって波が打ち消されて暗くなります。なのでしましまができるということになるんですね。結果、波と同じく干渉島ができたんだと考えたんですね。光がもし粒なんですよ。スクリーンにはスリットと同じ長細い光の帯が映るはずじゃないですか。要するに、縞模様ができる理由をですね、粒子説では説明できなかったわけですね。その後、電流が磁気を生み、磁石が電流を生むことが分かって、電気と磁気は密接に関係した現象であるということが分かっています。そして、物理学者マックスウェルです。電気力の働く空間である電波というやつと、磁気力の働く空間である磁場がです、ね、振動しながら空間を伝わっていくことを分析しました。これが電気と磁気の波、すなわち電磁波というものです。この電磁波が空間を伝わる速度を計測した結果、これが高速であったわけですね。したがって光を電磁波の一種であるとマクセルは主張しました。そして間もなくですね、物理学者でですね、それは証明されることになります。その後、電磁波は波長によってさまざまな名前が付けられることになります。例えば可視光線、赤外線、紫外線、マイクロ波、X 線、電波、こ
ートルまでのレンジを人間の目が捉えることができるわけですね。それを光と呼んでいるんですね。結果ですね、私たちは光として電磁波を感じることができるということになります。まだある光の疑問ということで、まずは光の媒質は何かという疑問です。基本的に波というのは何もないところに伝わりません。何もないところに波は起こりません。光が波だというのなんですね。その振動を伝える役割を行う物質があるはずですね。音波なら媒質に当たるやつが空気です。空気中の窒素とか酸素分子が振動することで音の波に伝えられます。したがって宇宙空間では音伝わりませんね。では太陽の光はどうやって地球に届いているのという疑問があります。光が波ならばですよ。真空の宇宙空間には光の媒質が満ちている必要があります。真空だったら伝わらないと思います。で、量子論はですね、陽光炉の中の鉄の温度を正確に知りたいという動機から生まれます。物質から放たれる光の色と温度の関係を探る研究から生まれたということなんですね。昔はですね、溶けた鉄を見て、赤黒色だと大体1000度ぐらいかな、赤色だと2000度ぐらいかな、白くなってきたらそれ以上みたいに職人的な経験と勘に頼ってたらしいですね。それを正確に計測する方法としてプランクというのはこの問題に取り組んだそうです。で、そもそも光というのは様々な色の光を含みます。厳密に言えばいろいろな波長の光を含みますというですね。色は脳が行う解釈なんですね。入ってきた光の色の中でその中で最も明るい色を私たちはそのものの色として認識します。だからいろんなのが入ってきてるんだけど一番強いやつを認識してるということですね。ちなみになんですが、紫色が人間が見える光の中で波長が最も短いので赤色が最も長い波長になりますね。光の色の違いは電磁波の波長の違いということですね。だから実際に人間だから赤が赤に見えるだけで解釈のことですね。一つの光の中にどんな波長の光が含まれていて、それぞれどれくらい強いのかを調べる行為を光のスペクトル分析というふうに言います。このスペクトルと混ざり合ったものを分けるといいんですね。次にですね、エネルギー量子仮説というのが出るんです。このエネルギー量子仮説というのはですね、光のエネルギーは離散的で不連続な量という発想を物理学に持ち込んで画期的なものになります。それまでは物理学というのは離散的であると分からなかったんですね。連続的だと考えていたんです。その理由としては離散具合が小さすぎて連続にしか見えなかったということが分かっています。その飛び飛び具合というのは光エネルギーのうち10のマイナス20乗というめちゃくちゃ小さい極小の量ですね。飛び飛びとは言ってももうほとんどくっついて普通分からない。例えばスロープを登っていたと思ったらよく見たら実は1ミリの階段だった感じですよ。このスケールによって起こる違いとか見え方もありますよね。こういうことが古典物理学と量子力学の差と言ってもいいかもしれません。ざっくりですよ、この階段を人間が使う場合とアリさんが使う場合との違いのようにイメージしてもらうといいかもしれませんね。人間が使うとスロープだけど、アリさんが使うと階段1ミリだ。人間がニュートン力学をするとアリさんが量子力学。例えばアリの視点になってですね、この1ミリの階段の数とかそれぞれの高さを数式に入れ込んで最短距離計算しても、例えば人間の視点になってこの階段をスロープと見立てて一つの辺として最短距離計算しても同じ結果を得られると思いますが、人間のスケールでわざわざこのちっちゃい階段の数とかそれぞれの階段の高さとかそういうのを数式に入れ込んで計算するだけ無駄ですよ。めちゃくちゃ大変な思いをするだけです。これは実際の量子力学もそういうことになります。逆にですね、アリさんにとっては実用的な視点というのは1ミリの階段なんですね。アリさんにとってはですよ、人間にとってはどうでもいいことです。そうすると当然階段として見立てる必要があるんで、アリさんとしては飛び飛びの離散的な形の階段として計算しなければ正しく計算できないことなんです。逆にアリさんがですよ、この階段をスロープとして見てしまう。そうすると誤った答えで見てしまうし、実態とは極めて異なる見方をしてしまうので、アリさんにとっては実用的ではありません。我々だってそういう見方しません。階段は階段です。アリさんとしては段一つ一つの違いとか表面積みたいな、そういうのが重要でしょうかね。これを聞くとですね、量子の世界が特別不思議なものではない感覚は得られます。逆にですね、私たちに認知できるマクロの世界で量子物理学の振る舞いがですね、起こることがないというのが納得がいくようになるんですね。捉え方が違うからということで納得したらいいと思います。次にですね、光電効果について話していただきます。アインシュタインは金属に電磁波を当てた時に飛び出る電子に注目した光量子仮説というものによってですね、光の強さと
振動数の関係は光の量と質の関係に相当するというふうに結論付けます。振動数の大きな光というのは光量子のエネルギーが大きいので勢いよく電子が飛び出すそうです。強い光は光量子の数が多いので飛び出す電子の数が多いのだと考えられるんですね。こうしてアインシュタインは波であると考えられていた光を光量子という粒の集まりだと考え直すことで光電効果の仕組みを解き明かすことに成功します。とにかく光が粒であると考えることができれば先ほどの光の愛質は何かという問題を解決しますよね。波だったら真空状通らないけど、粒子ならば真空状で持っていようということができますよということが分かったんですね。そうして光は粒でもあり波でもあるというような一見不思議なこの二重性というものを示すことが分かってきます。もう一度言いますが、粒子自体が波打って動いたりうねったりということではないんです。水にできる波とは違う性質の波だということをここで覚えておきます。ここまでをまとめると最初光の干渉現象だったら光は波であるという考え方が支配的だったんですね。でプランクという学者は熱した物体の温度とそれが放つ光のスペクトルとの関係を調べて光のエネルギーが飛び飛びの値を取るというエネルギー量子仮説を唱えました。でアインシュタインはですね、光電効果を説明するために光は小さな粒の集まりである、そういう仮説光量子仮説を唱えます。でそして光は粒と波の性質を合わせ持つという二重性というものを示すことが明らかになります。ここまでは量子という概念が生まれたというお話ですかね。次に原子の構造についてお話しします。あらゆる物質は原子からできているんですね。原子の大きさは原子の種類によりますがおよそ1ミリメートルの1000万分の1ほどだそうです。ちなみに原子の形を直接見ることができるようになったのはごく最近のことです。特に物質の化学反応のような分野ではですね、相当活用されたわけです。で原子説から間もなく電子が発見されまして、この電子が原子に含まれていることも分かります。このあたりからですね、原子はそれ以上に分割できないものではなくてさらに小さな構造を持つことが分かっていますね。そして原子は中心にあるプラスの電荷を持つ陽子というやつと電荷を持たない中性子というもので原子核というものが存在して、その周りにマイナスの電荷を持つ電子が存在しているというふうなことが分かりました。その後ですね、電子と電磁波すなわち光の振る舞いを探っていく中でですね、量子というものはそれまでの物理構造と考えられる構造とは全く違った様子であることも分かっています。この時点でですね、この理論は欠陥だらけだとは思うんですが、原子の中に量子の概念を持ち込んだという点において、もちろん量子論にとって画期的なステップアップを貢献することになります。でここからですね、私たちを唖然とさせてしまう奇想天外なアイデアが次々登場してくることになります。量子論はまさにワンダーランドですね。なぜ私たちから見てそんな常識外れの不思議世界が存在するんでしょうか。それはね、冒頭お話した通り私たちがまだ知らない、もしくは私たちに見えない質が存在するからですね。これ当たり前ですが、今私たちに見えないものはこの先もずっと見えません。そんなことないと思います。でも我々のポテンシャルっていう機能っていうのはアップしません。光で目から入って網膜に向けて見ることしかできないです。光学的に見ることしかできない。それ以外はおそらく CG であったり予測によるモデルを通した何かであったりするわけで、我々が見ようと思って見えません。もうこれは限界があります。私たちが認知しているミクロの世界のほとんどというのは私たちが直接見ているわけではなくて何らかの数理モデルによって描かれた世界を見ています。要するに量子の世界は観測された電磁波の値をだから数理モデルを元にして映像化したものを見るしかないということなんですね。見ようとすると見えない波というのを話していきたいと思うんですが、物理学者のロブロイは電子は波である、画期的なアイデアを考えます。光が波だ、電子も波だったということなんですね。そして電子の波が原子核の周囲を回るモデルを考え出します。波はとある一点に存在するものではなくてある広がりを持って存在しているという感じなんですね。ではですね、電子の波の正体は何でしょうか。その答えはこういった研究から間もなくある不思議なアイデアによって示されることになります。結論から言うと、電子の波は神様が振る最高だというものですね。これを波動関数の確率解釈というふうに言うんです。この波動関数の確率解釈は物理学者ボルンによって唱えられます。例えば箱の中に電子を1個だけ入れて閉じ込めます。電子が波であると考えるんですね。
間を分けてみます。そうすると電子の波も2つに分けられるんですね。波であったり霧のようなものであれば分けられるはずですから、ね、しかしですね、箱に入れた電子は1個だったんですね。電子は究極の微粒子、つまり素粒子であるということが分かる。要するに分割できないということが分かっているということですね。1個の電子をさらに細かく分割することは絶対できません。こういった実験は実際にはできませんから、あくまで思考実験ではありますが、矛盾は確認できますね。この実験の場合、箱の中に1個の電子を入れて仕切りで分けたと、電子は必ず2つの空間どちらかで発見されるはずです。ではですね、この場合割れているものとは何なんだろうという話ですね。電子は割れない、だけど半分にはできる。これね、電子がどちらの空間で発見されるかの確率が分けられたという表現をするわけですね。分けられたのは確率であるというわけですね。これが波動関数の確率解釈と呼ばれるものになります。なんというか非常に実用的な考え方だし、別の言い方をすれば実用性だけを重視して、それ以外のことは目をつくることも割り切った考え方になりますね。粒である電子がどこに見つかるのか、その電子がどんなエネルギーを持ってどんな現象を起こすのか、それさえ分かればです、ね、あらゆる実験結果を説明できるわけですから、この時点でミクロの予測が可能になったし、十分実用的な理論になったということなんですね。だから実際に工業製品に使われているわけですね。理論の場合です、ね、ある意味実験結果をきちんと言い当てることさえできればそれでいいのであって、逆に言えば実験結果に現れない、つまり私たちに見えない電子の波が何を表すのかなどは考えなくいいわけですね。次にですね、電子の波は収束するというお話をします。波ではないが波のように広がっていて、その場所は確率でしかはいけない電子とされるものはです、ね、観測したときには場所をちゃんと特定できるわけですから、電子は我々が見ていないときだけ波のように広がっていると考えるんですね。そしてこの状態は重ね合わせの状態にあると表現されるわけです。電子の波が広がっているときは電子はある場所にいる状態、別の場所にいる状態が重ね合わさっている、まあ、そんな感じで考えるんですね。もしくは共存していると考えるわけですね。ただしこれは電子が複数の場所に同時に存在するという意味ではないんです。電子は1個の場合に確実にどちらかに存在するが、どちらにいるかは分からない、または確率的にしか言えないのだと、そういうものともちょっと違うんです。とにかく1個の電子が複数の場所にいる状態が同一の電子の中で重なり合っている状態です。英語ではですね、重ね合わせのことをスーパーポジション、電子はですね普通の位置ポジションの概念を超えた振る舞いが可能だということですね。このように私たちが電子を見ていないときは電子の中で広がっていて重ね合わせの状態になります。ところが私たちが電子を見たときに電子の波があっという間に収縮します。ちょっと例えば見えないか分かんないけど、こうなってた波がちょっと収縮して広がった波がある場所にキュッと縮んでしまいます。これを点粒子とみなしているわけですね。波動関数的に言うとですね、電子が観測された時点で確定ですから 100% という状態になります。要するに見つかった時点でそこ以外の可能性、すなわち他の場所で電子が見つかる可能性は当然ゼロになるので、重ね合わせの状態が解かれたというふうに言われます。ただし何度も言いますが、電子の位置が確率的に決まるといっても電子の位置がどこか一箇所にあらかじめ実際決まっていて、私たちはその場所を確率的にしか推定できないみたいな、そういう意味ではあります。電子の位置はまるでサイコロ振ってその目に応じて電子の発見場所が決まるように、確率的にいわば偶然の要素みたいなもので決定されるのだというふうに考えたのがボーアです。例えばだるまさんが転んだに近い見た目なんですね。見た時はだってみんなその位置が決まるけども、見てない時はみんなわざわざ動いてるっていう状態と同じ感じなんですね。私たちに観測できるものはなるほどそういう仕組みかと納得しながら科学するいますが、私たちが見ることができない世界ではですね、現象として現れない電子の波とか収縮と同じで科学では議論できません。私たちの感覚は違うはずなんですね。そうなのだろうと解釈をするしかないんですね。次にコペンハーゲン解釈、ここまでで電子などのミクロの世界の物質はですね、私たちが知っていた物理法則とは全く違うルールに支配されていたということが分かりました。これは何も異世界のようなものであります。小さくなったら急にルールが変わったということではありません。もともと向こうは魔法を使えるし、こっち使いませんみたいな話じゃないんですよ。ただ単に知らなかったみたいなんです。ミクロの世界では私たちに捉えることのできない現象とかルールが存在して、そのルールの上で私たちが知る物理法則も存在します。極論を言えばですね、量子論によって通常の一
般的な物理計算を行うことだって可能だと思うんです。両親をあえて使う。アリさんにとってはですね、階段だけど、私たちにとってはスロープであるのと同じく、同じ物理世界で起こっている出来事と変わりありませんからですね。文明の中での科学というのはですね、予測をするためにありますが、予測をする上でですね、我々ですよ、アリさんベースの数理モデルを使って予測するとどうでしょうかって話ですね。もうめちゃくちゃ大変です。大変どころか無理ゲーぐらいに細かくてですよ、ややこしいです。これ現実的ではありません。したがってマクロで量子論を使わないんですね。予測のニーズ、つまりスケールに合わせてそれに合ったもしくは最適な実用的な数理モデルを使うのはごく自然なことなんですね。なのでどっちが合ってるか合ってないか話はそもそもないということを覚えてほしいですね。とはいえですね、量子論の確率なんていう原理を物理学の中に落ち込んでしまうと、物理学がいくら実用的だと言ってもですね、もはや決定論になってしまいます。決定論って大事じゃないですか。例えば牛を振り向いたらいなくなったなんていうことはありえないですね。私たちにとって確率論と決定論反対語ですよね。少なくとも私たちの身の回りの自然現象というのは確率論で振る舞ってませんよね。たまにこいつ消えるよねとかないじゃないですか。ボールを手から離すと地面に落ちる確率が 70% ぐらいで、空に舞い上がる確率が 30% とかにならないですよね。たまたま今日上に上がったわけじゃない。したがってどちらになるかはサイコロを振って決められると言われるとですね、それって法則と呼べるの、ルールと言えるのとまあ思ってしまうわけですね。また同一条件下で同一の結果になるからこそルールや法則が私たちは見なすことができますね。量子論、ざっくりキーワードとしてはですね、物理現象は私たちにとって決定論で表されるように思えるというのが量子論ざっくりキーワードです。私が考えた。もう一度言いますが、この確率論とは私たちがそのルールを知らないことが原因で電子のある場所を確立して知ることができないのだというなら理解できるかもしれませんが、確率論というのはそうではなくて未来は確率的にしか決まらないということを表します。電子を波と捉えると、電子の振る舞いが説明できるというのは逆に言うと電子を波として捉えないと今の電子の振る舞いが説明できなかったわけです。なので電子が波であることの状況証拠にしか過ぎません。したがって科学的に結論を下すためには電子が波であることを示すもっとですね、強力な決定的な証拠が欲しいところなんですね。ダブルスリット実験の証拠、電子ビームを発射する電子銃という装置を使ってですね、スクリーンに向けて電子を打ち込みます。冒頭少しご紹介した実験の電子バージョンですね。最初光だったから電子バージョン、スクリーンには蛍光物質が塗ってあってですね、飛んできた電子が当たるとその場所が光るというような装置を作ります。電子銃とスクリーンの間に2つのスリットを当てた板を置いて、実際に電子がどう振る舞うかを確認する実験ですね。この実験において電子が1個しか出ない状態を作って、1つの電子ピッと発射するような実験を行います。で、その実験結果から発射された電子の波動性、すなわち波の性質というのは、通常の波のような集団運動の結果として生まれるこういう波ではなくて、電子1個の性質であることが分かります。1個の電子がスクリーンに描く像はですね、1つの小さな点に過ぎませんが、その像を重ね合わせるとですね、波動性の証拠である干渉島が現れます。でもですね、実はこれちょっと変なんです。干渉波っていうのはですね、2つの波が重なった時に出る現象ですよね。1つでは出ませんね。この実験では電子は1つずつしか発射されてないんです。1個の電子がどうやって干渉するんでしょう。不思議ですよね。これなんとですね、1つの電子がダブルスリット、つまり2つの窓のうち右のスリットを通過した状態の電子と左のスリットを通過した状態の電子が干渉したということらしいんですね。これ別の言い方をすれば、電子は左側のスリットを通りながら右側のスリットも通っていて、その2つが干渉したことになります。すなわち電子は自分自身と干渉したことです。これは電子が両方のスリットを通過した状態が重ね合わせになっている証拠になるということですね。1個の電子の中で2つの状態が重ね合わさることでですね、電子の状態に干渉が生まれる。電子がスクリーンに到達するまでの間、すなわち観測していない間、波の状態、すなわち重ね合わせの状態にあって一夜過ぎなかった確率的な状態なんですね。だから両方通りですよ。これは全部事実ですよ。これで電子は粒としての性質と波としての性質を合わせ持っていることが実験結果として証明できたわけですね。で、なぜ私たちのマクロの世界ではですね、同様のことが起こらないのかという疑問について話していきた
が見られないのはなぜか。その理由はですね、私たちの周囲にある大きな物質が持つ波というのは、その波長があまりに短すぎる上に、観測結果、波が収縮した状態しか当然目にできないために、こうした物質には波としての性質が明確に現れてこないからです。物質が持つ波、すなわち物質波の波長は10のマイナス33乗メートル程度になっています。めちゃくちゃ小さい。これは原子の大きさ10のマイナス10乗メートルの1兆分の1のさらに1000億分の1という極小のサイズ。物質はですね、質量が大きくなればなるほどその波長が短くなることが分かる。で、波とは言ってもほとんど広がりも持たない点に近い存在になるわけですね。これに比べてもっと強い小さい電子というのは相対的に自分と比べて大きな波になりますから、電子の運動を考える上では様々な位置にいることを無視できなくなるというわけですね。こういった理由によって原子と同じ大きさがそれより大きな世界になると波としての性質はほとんど現れないので、古典物理学のように粒とみなしてその運動を考えればいいということになります。なので計算通りにいきますよというこのシチュエーションによって、で最近では実験装置の進歩とかがあって、比較的大きな分子に干渉島を描かせることにも成功するんですね。そもそもどれだけ大きな物質であったとしてもですね、結局はミクロの集合ですから、ミクロとマクロの間に境界なんかあるわけはなく、さらに大きな物質においても波としての性質が観測できるようになるでしょうね。次にですね、不確定性原理、先ほどのダブルスリット実験においてです、ね、スクリーンに到達する途中で、要するに銃とスクリーンの間にスリットがあるんですね。だからこのスリットの出口ぐらいで電子を観測して両方のスリットを通っているかどうか確認したらどうなるか。これについて物理学者のファインマンが一つの試行実験を行う。スリット板の出たすぐところに観測装置を設置してですね、観測する実験なんですね。この場合、観測装置が出す光子、光が電子に衝突して観測結果を返すわけなんですが、その光の衝突によって電子の位置が確定してしまいます。だから観測すると確定してしまう。結果、同時にどちらにも存在する可能性があったはずの電子が片方しか通ってないということで確定してしまうんです。両方通らないんです。で、この実験を行うと、スクリーン上には波の特性である干渉島は現れないわけですね。もう確定だから、右側には通っても、左側には通ってないってことが、この時点で確定するじゃないですか。そうすると、2つじゃなくなるわけだから、干渉島は現れないわけです。これで分かったのは、電子が本当に両方のスリットを通ったかっていう問いに対してですね、実験では確かめられないということですね。私たちが観測するためには、光をその電子に衝突させるしか方法がありません。したがって対象物である電子に少なからぬ影響を与えてしまいます。対してですね、マクロの世界においては光の衝突による変化が小さすぎて、その位置が多少変化したところで何もないに等しい変化しか起こりません。実を言うとですね、ミクロの実験においてこのような弊害は結構あります。わかりやすいところで言えば、コップに入れた水の温度がかかる、温度計いきますね。温度計を水にさした段階で温度計の影響によって水によって変化しちゃうんですよね。大きなプールぐらいは問題ないですけど、ただ一滴の水をぐっと温度計を測ろうと思うと、あっという間に温度が上がっちゃいますね。正しい温度を測るものなんですね。それと同じことが起こるということですね。つまり対象物が小さくなればなるほど観測を行うことでその対象物の状態を変化させてしまって、実際の状態を知るということはとても難しいことが言えます。物理学者のハイゼンベルグですね、ミクロの世界における逃れられない曖昧さを解く不確定性原理を発表します。これはですね、ある物質に関する位置と運動量を測定するとき、位置と運動量、そのものがある場所と別の動き、この2つを測定するときですね、両者を同時に1つの値に確定することができないというんですね。例えるならですね、回ってるプロペラの位置を知ろうとして観測で写真撮る。だから位置は確定しますね。あ、ここにあるんだ。でもその写真見て、どんなスピードで回ってるか分かりませんよね。そういう状態ですね。で、スピードを測ろうとします。スピードを測ろうとしてプロペラの軌跡をこう描くようにする。そうするとプロペラの位置は特定できないですね。情報として不確定性原理というのはそういうようなものなんですね。次にですね、月は見たときにだけ存在するのか。アインシュタインは量子論のあるパラドックスを指摘するんですね。 EPR パラドックスというものなんですが、ある粒子が2つに分かれて飛んでいったとき、片方が右回転したとき、割れた反動で右回転するともう1つは左回転。でさらにその粒子はそれぞれどん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 遠ざかる。で、そのうち1光年離れた。その時に片方の粒子を観測する。で、右回りか左回りか確定するんです。これ飛んでいって、誰も見てなかったらどっち回ってるかわからないんです。でも、片方だけ見ると確定します。そうするとですね、
1光年も離れたもう一つの粒子の回転方向というのは、もう片方に観測した粒子の回転方向を決定したと同時にパシッと決まります。1光年も離れる、これは1光年も離れた位置にある粒子同士が一瞬にして情報伝達したことと同じことになります。これがですね、アインシュタインです。これはダメだって、アインシュタインの法則と普遍の法則というのがありますから、それに矛盾するじゃないか、アインシュタイン、この疑問が解決される前に亡くなったんですけど、その後、物理学者のアスペン実験に、遠く離れた場所に移動してしまったとしても、観測されないままに移動すれば、1光年離れたとしても、同時に両方の回転方向が決まることが証明されました。で、アインシュタインは、量子論の言い分が正しいのであればですよ、月は我々が見たからここにあって、我々が見ていないと、ここにはないことになるじゃないか、そういうふうに言ったそうです。この巨大な月、もしくはマクロの世界と量子の世界を同列に語ることというのは間違いできませんが、おおよそ言わんとすることは分かりますね。私たちは疑うことなく客観的事実というものが存在することを信じて、後ろ振り向いたり後ろ何もないとは思ってない。そもそも私たちが思い描いたり実感する客観的事実というのは、ね、マクロの世界ではその通りであるし間違っていないと私は思います。とはいえです、我々を構成する物質そのものは細かく見ていくとですね、客観的事実を伴わない、確定した事実は何一つ存在しない世界だという、これも間違いないです。このようにですね、量子論が明らかにした物質感、自然感の特徴の某和さです。相互性という概念を使って説明しています。量子が波であると同時に粒子であるという矛盾がありますが、こういった相いれないはずの2つの事象がですね、お互いに補い合う、一つの物事や世界を形成しているという考え方が相補性、もしくは相補性原理といいます。ボーアはですね、この相補性を表すシンボルとして、古代中国の陰陽思想を象徴する対極図を好んで用います。陰と陽一体であり、相互作用によって全ての自然現象が決まるというものですね。同一思想の柱に一元論というものがあります。これは近代科学の根底にある二元論と対立する概念というふうに一般に言われます。物と心、自然と人間、2つに分けて取り扱うのは二元論です。対してそれらを不可分なものとして扱うのは一元論です。量子論は自然と観測者を分けて考える二元論を避けて、観測対象である自然と観測する私たちと一つセットとして考える、一元論的な自然観を示しています。私の方にですね、一元論二元論の関数というようなものではなくて、一元論は一つの値で全てを表すという姿勢だと、強い光にはより暗い影ができるのに、要するに影を作らなくても強い光さえ作れば強い影が生まれるというようなことです。一つの事柄が決まれば他が全て決まるという感じですね。したがってですね、たくさんの結果が見えたとしても実は入力は常に一つである、そんな感じの世界観が見えます。次にですね、シュレディンガー猫と自己実験。量子論における最大の難問がこのシュレディンガー猫ですね。このシュレディンガー猫は量子論におけるパラドックスの一つですね。この実験の目的というのは、量子論の考え方が正しいとすればですね、ミクロの世界の理論である量子論とマクロの世界の理論である、それまでの物理論矛盾があってはいけませんから、それを確かめるための実験ということになります。ミクロとマクロの間で私たちが必要に利用している数理モデルと定理みたいなものが相いないというのは、真理の探究度、理論の完成度みたいなところにおいてはですね、大小の差があるだけで、同じ世界である古典物理学と量子論に相違があるのは困るんですね。このシュレディンガーの猫は鉄の箱の中に放射性物質、それと放射線の検出装置、そして検出装置に連動した毒ガスの発生装置が置いてあるという箱ですね。で、放射性物質が原子崩壊を起こすとです、ね、放射線を出します。で、その放射線が検出されたら毒ガス発生装置が毒をバーッと出すというふうな仕組みなんですね。そしてその箱の中に生きた猫を入れておくんです。ちょっとむごいです。で、もし放射性物質がある時点で崩壊して毒ガスが発生してしまえば、猫は当然死んでしまいます。逆にその時点で放射性物質が崩壊していなければ毒ガスは出ませんから猫は生きています。結果は当然箱の蓋を開けるわけですね。問題は、蓋を開ける前の猫の状態をどう考えるかですね。この放射性物質が原子崩壊を起こすかどうかというのは、量子論によって確率で導き出せますね。とすると、蓋を閉めている状態の時に、この
この放射性物質は、例えば原子核崩壊を起こした状態 50%、 原子核崩壊を起こしていない状態 50% が導き出したとします。もちろん観測をすれば瞬時に崩壊したか否か判明しますね。しかし蓋を閉じているというのは、どちらかの状態が半分ずつ重ね合わさっているというふうに考えますね。で、猫自体はですね、マクロの素材ですから、どちらかは決定していないということはありませんね。でもですね、この装置の場合、毒が出るトリガーとなっている原子核崩壊というのは、ミクロの存在です。どちらでもある重ね合わせの状態ですね。この状況の場合、普通に考えたら、放射性物質の状態と猫の状態は連動してないということですね。それと同時に、マクロである猫、放射性物質であるミクロの原子核崩壊と同じ重ね合わせになっていると考えられます。これ連動しているから。要するに、蓋を開けた途端、放射性物質の状態、つまり原子核崩壊の有無が決定して、同時に猫の精子も決まるということになるわけですね。何度も言いますが、猫の精子を私たち推定できないんだとか、それを簡単に知らないだけ、もしくは観測できないから確定できないという意味がないんですよ。量子論を信じるなら、猫の精子はどちらの状態も存在するという考えを受け入れないと思うんです。全然解決できないんですよ、これ。でも解決するとすれば今のところ一つしかあります。それは多世界解釈です。それまでの量子論は波がどのように広がっていくのかを記述することができましたけど、観測した時に起こるとされている波の収縮についてほんの今によって原理的に表現不可能であることが証明されたと。観測すれば波を一定に確定して観測できることは確かです。とはいえ本当に収縮しているということは誰も分かりません。状態
けに全然信仰し、これ本当ならです。これはあくまで解釈なんです。実験で確かめられるわけじゃないので、世界解釈が納得のいく解釈になるかどうか、それが範囲であって、解釈問題、正解はないというふうに思います。簡単に言うとどうでもいい話なんです。要するに納得するかどうかの世界、現状を見せるように。そうなんです。そこをちょっと理解ください。で、ここで少し進む話、量子論によってです、ね、原子の詳しい構造が分かるようになってきたんです。原子の中心を持っていた意味を理解する。特性の似た元素というか、一定周期ごとに存在するというのが、ね、原子が結びついて分子を作ったり、分子と分子が結びつく様子なんかも量子論を使って説明できるようになる。つまり、今量子論は科学を物理の中に組み込んだ、もしくは科学と物理学を統合したと言い換えることに、またですね、液体ヘリウムの超誘導現象というものもあるんです。これはですね、量子論的な現象が私たちの目に見えるマクロの世界に現れる。これはヘリウムというガスですね。すんごい冷やすと液化するんですけど、ヘリウム原子の性質が変わって粘性、ドロドロ具合がゼロになる。粘性ゼロになった液体というのは本当に長いですよ。その勢いで外に出ちゃう。はい、出ていったりします。粘性ゼロ。これは防水粒子ですけど、これって防水粒子は低温において複数の原子の波が重なり合うことで、それらが一個の超原子みたいなものとして生まれることで発生する現象だということですね。伝導現象も同じだけです。量子の世界のものが我々の目に見える状態になって出てきたような現象だと思っています。これは金属の電気抵抗ゼロになって、一度流されるが熱に変換されないために永久に電流が流れ続けるという現象ですね。次に半導体と交流効果です。ミクロの世界に出てきます。電子の波の性質が強く表れますね。電子を粒子と見たときにですね、当然その電子が持つエネルギーよりも高いポテンシャル、すなわち壁みたいな、当然電子も乗り越えることに通り過ぎることはありませんが、ミクロの世界に限ってはその壁の幅が狭いから、そもそも電子が点じゃなくて波なんだ。この波である電子はある一定の確率で壁をすり抜けることになります。この電子の持つ確率的な位置がそれをさせるんですね。だから電子は確定しないから、これ壁があろうがなかろうが、これを薄ければその辺までいくかと確率的に理論上ご計算にもなるし、実際そうなんです。それでコンピューターは電子の持つ実際の位置が染み出すというイメージ、これが原因でコンピュータープロセッサーの集積関係に変えるとですね、あっぱれこの話しすぎて漏れちゃう、そうだ、見える話題だ。これを見ると電子は波として広がっていて、確率によって壁などの関係なしに位置が確定してしまうというのが事実であるご指摘されていますよね。量子コンピューター、量子コンピューターも従来のコンピューターが情報0か1かの2種類だけで判断している対して、0と1を重ね合わせ状態、どっちかを紙に取っていく状態にして、それを薄切りようにしてそれぞれに情報を持たせて計算を行うことで、1つに大量の情報処理を可能にしようというものですね。で、量子コンピューターの概念を考えたのは物理学者のドイツということで、彼は量子コンピューターが並列処理を行える理由としてはですね、同時並行して存在する複数の世界で計算が実施されるからだという。つまり量子コンピューターが実際に完成すれば、それはすなわち多世界解釈の詳しさの証拠になるというふうに言っているんですね。でも実際にならないと思うんですよね。まあ、でも彼はそう主張しているんです。とはいえ、量子コンピューターはまだまだ多くの課題があるわけですから、やはり実用として利用するのはもう少し先の話になるんですよね。で、今回はですね、量子論の解説を行います。述べたことの多くは量子の振る舞いに関するものですね。この量子論、量子の振る舞いを予測して、実用として、多くの恩恵を与えている。やはり気持ちの進化と量子論を分かったと感じるのが難しいですね。要は量子論によってショックを受けない人は量子論を分かっていない人だ。量子を利用できる人はたくさん存在するが、量子論を理解している人は一人もいないだろうと言っています。要するに量子論の話を聞いて、そんなことあるんだってショックを受けない人は量子論を分かっていない人だと言っています。今まで人類は不可能とされるものを可能にしていった歴史があるんですね。量子論もそれともです。新しい観測方法、数理目、そして新しい解釈がどんどん生まれていくことになる。もしかするとそれによって平行世界の扉を開く時代が来るかもしれません。
Thank you.
それでは。